ていうか、自分が、このお客さんちょっと嫌だなぁと思ってるお客さんがいるとするでしょ。そのことが結構来られるんですよ。何度も何度もね。だけど、自分が嫌だなぁと思ってたことを我慢して、ずっとその、付き合いするよりは、言った方がいいかなと思って、この頃は逆に言えば、普通は、お客様が店に向かって、ちょっとどうなってるのよってことでこう、クレームなのに、何を勘違いしてるのか、私は、お客様にクレームを言うんですよ。うん。もうすごいでしょ？もうありえないでしょ？何言った？うん。あのね、例えば、1対1の時は他にいらっしゃらないですね、はい。その方ね、セールの時に必ず来られるんですよ。はい。うん、だけど、こんなに社長、なんもないねって言っちゃう。うん。で、それが3回続いたんですよ。うん、でね、すいません、お客様、セールの時にね、たくさん他の方もいらっしゃる時に、なんもないねって、あれは言うのを、ちょっと遠慮してもらえませんかって、うん。お客様はね、もう自分の趣味がしっかり終わりで、もうセンスも終わりっていうことよ、わかってますって。だから、あ、今回は自分のね、好きなものがたまたまないっていうふうに言って、うん、あ、今回なんもないねって、よっしゃな、よ、わかるけど、うん、自分で選び取る力がない人は、こうして選んでてなんもないねって言われたら、買う気がそぜるって。うん。だけど、あれ、一歩間違えたら営業妨害になりますって。だけど、もし自分がね、あ、この店はなんもないねと思ったら、私は二度といかんって。だけど、あれは、はっきり言って、3回今続いたけどね。だけど私、3回目にこの間言ったの覚えてありますって。私何年もお客様とお話しさせていただいてますけど、お客様の好みが未だに掴み取れません。すいませんって私言ったんですけど、そういう一歩もあればね、実は、そのこと言うならこんなってっていう意味だったんですよって言ったら、うわぁ、ごめん。私はね、そげなつもりで言ってなかった。あなたの逆になればね、あなたの立場になったらそれは言いたくなるよね。ごめんね。って。それからね、一週間に一遍聞いちゃうんですよ。本当悪気なかったんだろうね、と思って。うん。ポロッ、3回言っちゃったじゃん。けね、もうね、それを言うってことはね、私だったら来いよって。だから何年そこや、ほら、まだ選び取る力がないような、人がこう、大勢からしてからしようのに、何もなかとか言われたらね、営業妨害って言うてら、本当申し訳なかったと。ということで、お客様に因縁をつけるみたいな。一歩間違えたらあれやろ。でもね、それが、なんて言ったらいいのだろう。まあこっちの気持ちがようわかるっていうのを言ってくださるってことはね。ちょっと普通はね、言わんやろ。我慢して付き合うとかいうことでしょうけど、でもね、やっぱり、営業妨害になるなと思うことは、お客様は他の方の前では言わないでしょ。でももう、まだそれでも何度かね、他のことでこう怒られるから、あれはぜひやめていただきたい。それだけ期待があるんだね、とか。いや、それでね、前にも買われたものがあるんですよね、はい。それはね、この頃、リーマンショック前後ぐらいからね、要は、高級品がボンボン売れなくなってきてるんですよ。だから、ユニクロ路線やないけど、そのブランド品を扱ってるんですけど、ブランド品の中でも、値頃感のあるものにぐーっとうちが、その価格を、低価格に、設定してるもんだから、本当にそのお客様には品物ないんですよ。私もじゃあ、ようわかってる。うちの班にもよく言われる。この頃、うちの店の品揃え、私は欲しいなと思わないよって。うんうん、だけど、客層をね、ちょっとね、今のご時世に合わせてるんですよ。うん、それは事実なんです、うんうん。だって、動かないものをずっと置いとくよりは、うん、ね、やっぱ売れていくものを並べたいっていうのが心情なもんですから、うん、どうしてもそうなってるんですよ。客層は変えてないんですけど、価格を下げてるんですよ、うん、実際、うんうん。だって、私たちの商品って、本当はなくてもいい商品なんですよ。うん、生きていくためには。だから、どうしてもちょっとその値段を下げてるとかって、そのお客様が言われてるそのものズバリなんです、実は。うん。その人がないって言うじゃないのかと。そこはね、私がね、痛いところ言われてるところでもあるんですよ、実は。うん。だけど、よう分かってますって、おっしゃる気持ちはあるけど、それはちょっと、せめて他のお客さんいらっしゃるときに大きな声で言って帰るのはやめてくれと。うん。だけど、私にしてみたら、うん。本音をズバリ、言ってもらってるのは事実なんですけどね。悩みどころでもあるんですけどね。Okay、でも、地域でね、高級価格帯で、それじゃ無理ですもんね。どうしてもね。ブランドブームやった頃は、それで、
ブームに乗ってやってましたから、うんうん、ですけど、今はそうじゃないなと思って、うん、もう、ピシッと低価格路線に行ってるもんですから、うん、まあ、ポロ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 、要するに、売上率は高いわけです。うん、でも、あの、高い価格帯だったらでも値段を出す、価格で出すよっていう方には、面白くない品ぞろえなんです、うん。それ事実なんです。うんうん、どっちがいいんですかね。どっちがいいんですかね。でもよ、銀座のよ、とか、あとは新宿のよ、あんな洪水のよ、毎日がもうどんたくのように、人が流れてて、あの、しかも、そうね、本当に、地下鉄見たら、あの、エルメスのバーキンを避けてる、エルメスのケリーを避けてる、っていうような人、福岡にも少ないですよ。うんうん、東京は面白いな。それで地下鉄になるの。そうそう。車じゃないんだ。そう、車じゃないんですよ。そう。あの、車では乗り付けないんですよね。で、皆さんがね、歩きやすい足の格好、あの、足元がさ、歩きやすい格好してらっしゃるんですよ。はいはい、うん。東京ってこういうとこなんだよね。で、私とかはもうほら、初めておしゃれして、銀座行けと思って、歩きにくいパンプされて、お疲れ、途中でもう、それでもなんか挫折してるみたいな。だからもう、歩きやすい靴で颯爽と、あれだって手にはバーキンだったりね、その、高級ブランドだったりする。だから時計もいい空港、うん。これはね、その、で、あの、うん、その東京の違うところ。だから出かけていくから、結構みんな、鎧じゃないけど、ピシッとしてらっしゃるんでしょうね。多分ね。で、あの、足元が歩きやすい足元してらっしゃるっていうのもまた特徴だなと思うんですよね。まあ、そこがやっぱ地域性って。だって、ちょこっと歩かせただけで福岡の場合はモルサルイだってみたいな感じですもんね。けど、多分、天神から博多駅ぐらいまで平気で歩いてありますよ。ね。東京だったらね。だって、まあ、見て歩くところもいっぱいありますからね。気がついたらそのぐらい歩いてるって感じでしょ。だって、表参道とか青山ぐらいから、もし原宿まで歩くところだったら、ね、大会の距離ありますよね。だって、多分、また、あの、松屋レディースから、松屋レディースとも言わないのか、あそこから、あの、渡辺通り、ニューオータニぐらいまでの距離、はい、歩きますよね。平気で歩きます。あの距離もち福岡で歩いたら歩いたって言うでしょうね、また。だけど、あの、なんだっけ。そうそう、それで乗り継ぎがうまくいかないって言うんですよね。あの、ほら、地下鉄が分断されてるじゃないですか。歩かないでしょ歩かない。でも、あれ、東京だったら当たり前に歩けるんですよね。接続駅ですね、あの地下鉄が。そう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 、 そう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 。あれぐらい、だって東京駅なんてあれよりももっと駅がある。そうそう、思ってましたからね。あんな感じ、普通にね、歩かされますよね。だけど、東京駅を、ここ博多駅ぐらいつぶれて行っとったら、とんでもない時間でもないですもんね。違う。もう、新宿駅なんて未だに見えるです。ぼーっとしたら違うとこ出て、あ、ここに出たらまずかった、どうしよっか、みたいな感じですよね。何口かっていうことが、なんでその大事と、みたいな、ほんとめっちゃ大事なんですよね。新宿駅をスッスッと行ける人は大したもんですよね。だからまあ、場所によって違ってはくるんですけど、だからまあ、うちの地域でね、あの、うん、客層はほぼ決まってくるんですよね。だけど今度は年齢層、さっき言ってたのはね。うん、やばなんで、これから言ったら本当にアバウトな、大味な、まだまだ展開ではあるんですけどね。こうやって突き詰めていくとね。よう成り立とうなと思いますよ、本当に。本当に。こんなのから言ったらね。うん、商品はね、やっぱりもともとその、全く何もないところじゃなくて、その、質屋というものが作ってる売り場だから、当然自然と絞り込めないんだよね。うん、だけど、もっと違う売り場の展開とかなんか地域とかをもし違うとかやっていけば、もっと絞り込んだ、うん。本当にこれぐらいの売り場の店舗でね、するような。うん、でも、あの、商品単価はものすごく高いようなね、やり方とか、いうのはあるんでしょうけどね。だけど、まあ、今のうちのやり方で、あの、ちょっと、非常識みたいなやり方をすれば、長い、ちょっと、あの、気抜きで、カフェの外の、うんうんうん、ような、パサージュのような、ところで置いて、そこで気軽にお食事していただいてもいい、うん。もしかしたら、あの、だんだん、その、いわゆる、ダイエットカフェのような、うんうん、みたいな路線には行くかもしれない。うん、コンセプトがそれだから。質屋カフェでいいんじゃないですか。
休んでさ、青汁出す店なんで、うちは。青汁、今から私が飲むと思うけ。ご飲みになりますって言ったら。いいよって言っちゃうけど、どうせ私今から飲もうと思うだけって、青汁が出る店なんですよ、今。青汁が出る店。ちょっと、何だっけ。あのね、青汁出されてね、上っていうのって若い人なんですけど、年齢がいかれてね、私たちから上、青汁出されて上とは言う。いや、おう、やっぱ飲まないね、みたいな感じなんで、青汁カフェみたいな。七夜カフェ。ちょっとそんな感じでね。他の、そんな人がおったらね、入りにくいっていう七夜なのに、そんな仲良せら置いたら顔面もんみたいな、とこなんですよ、本当はね。までが入り、人が人目につくと嫌だった質やなのよ。だから人がいても人がいる方が入りやすいやっていう質や、うん、何のかもしれない。うん、なんか本当の意味でね。だけど宣伝では入りやすいですよ、気軽ですよ、なんとかかんとかってはいろいろ言うけど、だからね、そうね、でもね、昔はね、その例えばちょっと天気がいいからって言って店先でこう遊んでるとするでしょ、私と妹とのがちょうどなんかこう、はい、菜の花のあれでね。はい。ただ、その、表に人がこういるから入りづらいって言って電話かかってくるとかだったんですよ。なんかまあ、店の前で、ね、遊びなさんの後で奥に入りなさいって、はい、お客さん入りづらいって電話かかりようわって言うと。それから言ったらちょっとバカなことを始めるのかなと思ったりはして、長い倉庫のをやめよう。で、一応ちょっと、とにかくそこを今、改装を今からしてもらうところなんですよ。オーニングができたので、オーニングができてから、そのイメージで、それに合わせて直しましょう、修理しましょうなんて言ってたもんですから。結局、車が乗り付けるもんだから、ちょっと角がどうしてもそのタイルとかこう、3箇所ぐらいパンパンで割れてたりするんで、どっちしてもやり替えないかわかんないから、どうせやり替えるなら、フラットにして、そこにこう、フラットな空間ができた分ね。だから、ワゴンを置くのもありなんですよ。だけど、そこに椅子を置いてみようかと思ったりしてるんですよ、私は。長い椅子をね。そう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 。で、それで、うん、そこでお話ができるんですよ。うん、で、お客さんいないときは、どうかしたらお客さん座ってたら、一緒に座って話してもしょうかな。こんなん持ち出して。うん。で、いや、私も詳しく出ませんから、みたいな感じ。いいですかみたいな感じ。で、そんなんとかね。ずっと話してる常連の、方だったらね。はい。それもありな方もいらっしゃるから、空気によっては、ね。でも、そんなんで、なんかちょっと。お店の雰囲気が常に伝わる感じなんでしょ、またこれも。そんなんで、ちょっと試みとしてはやってみようかなと。あのね、売り場を横に作ったのも、要は、入って、それがきっかけで、だんだん、じゃあいらないものを売ろうか、どうかしたらもう、あここやったらお願いしやすそうっていうことで、すいません、実は、あ、どうぞどうぞっていうことで、要するに、私ね、販売の方から買い取りのお客様になるっていうのは、もちろんそれは想定内だったんですけど、まさかそういうやり取りして、ここやったら、要するにお願いできそうって、なんか相談いけそうっていうことで、いざっていう時に、お金を借りに来られる側のお客さんになられるっていうことは、と思ったんですよ、うん。売り場を横に隣接するっていうのは、お客さんを減らすんじゃないかと思ったら、そうじゃなかったんですよ。要するに、うちの雰囲気を知ってしたお客様が、こうやったら安心だというふうに理解してくださったんですね。選んでくださったってことなんですね。そういう意味では、それもありなのかなと思って。ただ、だんだんそういう話から、いや、実はね、ああ、それやったら、あれやったら、いっぺん持ってきてもらえませんかって、要するに、査定だけは無料ですから、お気軽にどうぞっていう話が、そこでもできるかもしれないですよね。そんなのもありなのかな。だから、要するに、店の中でしてたことを、外でするんで、まあ、そうね、さあ、それが京都出るのか、吉都出るのか、ちょっと、売り場よりももっと難しい面があるかなとは思ったりはしてるんですけどね。バーに遊びに行くと思ったことはすごく、で、夏は初めて行ったので、どうやってするかも知らんし、ルールもわかんないし、投げ方もわかんないし、多分投げ方ちゃんとしないと、ならないだろうから。で、円が書いてあるけど、どこに当たって何点とかもよくわかんないし、なんか、
だから一番真ん中に当たったら、が高そうな気がしますけど。んだけど、その、離れたところでも2倍とか3倍とか。あ、真ん中だけ狙わなくてもよくて、っていうのは、遊んでたら分かってたんですけど。あの、上の方の方が高いんですか、下の方が高いんですか。いや、それがバラバラなんです。ああ、ほんと。あ、やっぱりそこはじゃあ狙わないといけないから。ある程度狙わないといけないんだけど、別に外れたからダメだっていうわけでもなくて、まぐれあたりで、20の3倍、60点とかもらったりするから、あ、本当に、これは、すごい真剣にならなくてもいいんだけど、一応でも分かってないと、もう点数のせめぎ合いを誰かと何点取らなきゃいけないんだけど、あったらもっと楽しいなと思って、で、ルールもなんかいくつか何番かなんかあるんですけど、まあ、あの、本当にダーツしかない射的場だったら、そうか、それ一応射的場って言うんですよ。その、ダーツで、まあ、その何分か楽しいけど、帰ったらもう忘れてますから、うん、まあ、ダーツのルールを覚えなきゃ、なんか調べなきゃとかって、ふっと思った時に、あそこの目の前にあれば調べられますけど、そのダーツ、バーでお酒があって、まあ、そのダーツのルールみたいな本が並んでたら、その場で解決できるやん。でもあれも本当にさ、ボーリングもさ、ルールがあるんですよね、じゃあね。でさ、これってどうするととかね。だから、ほら、点数つけるのって昔手書きだったでしょ。あれ、この人は出て分からないんですよね、実はね。で、まあ分かる人が教えてくれるっていうのがあったんですけど、今はほら、まあ、自動で回してくれるからあれなんですけどね。ダーツを、ルールが分かったらもっと楽しくなるっていうのは、その場所の、飲み食いしてるその場所で分かったら、じゃあ次またいつ来ようって、次の遊びに来るきっかけになると思って、そういう体験をして。あとさ、昔はプールバーって言って、そのいわゆるこう、あの、あれが流行ってたでしょ？ビリヤード。でもね、ビリヤードってね、場所取るんですよ。うん、ダーツは、まあ、それから比べたら場所取らないんですよね。うん。うん、だからまあ、あの、ダーツが入り出して、あ、場所の関係？うん、もあるのかなと思って私言ってたんですけど。何バーでも何カフェでもいいんですけど、そこのカフェに行って何か飲んでる間は、そこのことについての頭が働かしているので、吉屋カフェだったら、そこでまあコーラ飲んでる間に、まあ座ってる見通し範囲でもどんな商品が並んでるか見えるし、え、その、座って飲んでる間に、うちに、欲しいルーメンテル、あれとあれとあれがあるなっていうのを、その場所で考えて、あれはもう、多分、値段がないから、今度持ってこようっていう、強い動機づけをできる場所、きっかけになるのが、その、リスト、飲み物なんじゃないかなと思うので、こういう点は、本当にちっちゃなスペースというので、こっちかけるところと、飲み物が提供できるのがあればいいなと。うん、あのね、今もあるのかな？あの、なんせ、商品が足りないから、あの、天屋町に、あの、バッグを、あの、下ろしてもらう、仕入れをさせてもらうので、こう、行った時があったんですよね。うん、で、結局は、その商品の普通の仕入れよりも、結局、あの、私たちが取り扱う商材の方がお客様に魅力的なので、結局は、まあ、仕入れをちょっとやめたんですけど、そこはね、あの、二階に、そういうとこあるんですけど、そこは B2B やから、要するに、小売りのお客様をおもてなしするみたいに、こう、バーみたいなのが作ってあるんですよ。で、まあそこは、まあ、昼時は、あの、社員さんが、あの、食事する場所にはこうしてあったんですけどね。これ、下にあったらもっと面白いのになと思ったことありましたね。ワクワクするのになもっと話が湧くのになぁ。だけこう、なんて言うんだろう。応接間よりもね、ああいう、ほら、あと心理上、あの、こう座るよりも横に座った方が話がどうのとかいうのありますよね。あの、心理のあれね。多分そう、心理のとこもあると思うんですよね。うん。そういうのが、で、興味がある客しかそこに座って飲もうとしないし、うん、どんなに言っちゃう、コーラは無料ですよとか、カクテル無料ですよって出したところで、ね、あの、あんまり興味ない人はあれじゃないです。ちゃいますか。そこで十分不意にかけられるんじゃないかな。こういうふうにでなんかお茶いっぱい飲んでくれるお客さんっていうのは本当のうちのお客さんなので、
その人がこうメリット感じるようになるかなっていうのを考えていけるきっかけになるし、お客さんもね、そこに来て時間があって、気持ちにゆとりがあるときだったら、まあ、ご主人のそこでちょっとくつろいでいくかみたいなのをしていくことが、そのお店に来るメリットの一つになるし。それこそ、大型の販売のお店なんですけどね、ちょうど階段を上がって、売り場に行く途中に、こう、鶴子はもう、あれですよ、自動販売機がずらっと並んでるところにちゃんとこう、長椅子がこう、並べてあって、そこでちゃんとこう、休憩ができるように作ってあるんですよね。うんうん、だから、そこって、ほら、利益を生み出す場所じゃないでしょ。うん、だけど、やっぱ、大胆によくこれだけしてあるなと思いますけど、そこで一旦休憩をさせてもらうことで、購買意欲湧くんですよね。もう疲れてたらもう見る気もしないけど、そこで一旦、水分補給じゃないけど、落ち着いたら、ちょっとじゃあ見ていこうかっていう話になるから、休憩させてくれる場所、これなんか前はさ、回転率がいいことをなんかすごく言ってたりするでしょ。落ち着かせないためにわざと落ち着かない椅子を用意してとか、いうのを昔あってて。と思って、うん。なんちゅう。やめていいな。やめていいな。それこそね、映画に出てくるんですよ。